コメントでリクエストをいただいていたカバンの中紹介をします。いくつかカバンは持ってるんですけど、よく使うカバンがこちらです。これもラコタのカバンです。まずこちらのポーチです。これがなんて読むんだ、これがウェッジウッドというブランドのポーチで、去年私の誕生日にお友達からもらいました。私このブランド知らなかったんですけど、よく見るとこんな感じで木の質感が見えてすごい素敵なんです。大きさもちょうど良くて毎日使ってます。あとこれです。これが、度なしのメガネで、仕事でもパソコンずっと使ってるんですけど、 YouTube を始めてからよりパソコン画面と向き合うことが多くなったので、このブルーライトカットのメガネを買いました。これティッシュケース、もう何年も前にディズニーに行った時に母が買って、でそれを私が使ってます。今の季節にぴったりな春らしいお色です。ペンとメモ帳、何かと持ってたら便利なので持ち歩いてます。で、お財布です。お財布がビビアンのお財布を使っていて、で、これは学生時代に買ってもらった、母に買ってもらった財布で、ずっと学生時代だから、どのくらいだろう、5年前とか。でも全然古くならなくて、この財布すごい丈夫で気に入ってます。で、このお財布と、あとこちら、これ可愛くないですか。これを持ってます。とカバンが小さい時に、これ薄いので持ち運びしやすいので、このカバンの大きさによって財布を変えてます。これかこれ、前にも一回見せたか、ハンドクリームです。こまめに塗るようにしてます。ハンドクリームもできるだけ場所を取りたくないので、こんなちっちゃい入れ物に入れてます。スプリングガーデン、たまに朝出かけるときに書き忘れちゃうことがあって、もうその日一日すごいショックなので、これ持ち歩いてたら書き忘れても大丈夫なので、はぁ、いい香り。この香りを嗅いだら、あ、春が来たって思う大好きな香りです。これとフルールを重ねてつけてます。で、これがビーツワイヤレスイヤー、こんな感じで聞いてます。でも最近調子が悪くて、修理に出そうと思ってるんですけど、その修理の金額によってはもしかしたら新しいのに買い替えちゃうかもしれないです。気に入ってたんですけど。で、これが iPhone、 iPhone ケースがフライングタイガーのを使っていて、で、私ずっと iPhone ケースいいのないかなって探してるんですけど、なかなか欲しいものに出会えてなくて、で仮につけておこうと思ったものをずっとつけてます。
中に絆創膏も入ってます。このノーマルな絆創膏は自分用に持っています。いつの間にか指が切れちゃってることがあるのでこれ持ち歩きます。と人があんまりいないんですけど人が怪我しちゃった時に可愛いの貸せるようにしてます。これキャラクターのラプンツェル、これラプンツェルなんです。あとこれもうすごいお気に入りの絆創膏があって、この絆創膏恋したいって思わせる。私にはずっと夢があって、例えば歩いてる時とかにすごいタイプの人がいるとするじゃないですか。その人が転んじゃった時にささっとすぐ渡せるようにこの絆創膏も持ち歩いてて君が好きでござるって書いてるんです。これをささっと私にささっと立ち去りたいです。でもね、なかなかできないんですけどね。あとこのバッグもよく使うんですけど、これとあとこちらのカバンです。これもすごい使いやすくてよく使ってます。おすすめです。以上私のカバンの中身紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。こちらの定期券写すの忘れてたので慌てて取り直しました。これが学生時代に最後にアルバイトしていたアルバイトのメンバーからいただいたもので、ここに来たら定期入れは絶対使うだろうということでいただきました。なのでこれ使うのがもう2年、この春で3年目になるなります。ピンクで可愛いんですけど洋服に合わない時もあったりして、出かける前に時間があったらこっちに入れ替えてます。これはロンドンで使ってた定期入れで、ここに入れてピッてやってます。なので定期入れはこの2種類使ってます。